アミガサタケ、アミガサタケ、モークエラエスキュレンタピアース、バル、エスキュレンタは、アミガサタケかアミガサタケ属に属する死脳菌類の、キノコの一種である。個実体は、類級系な内し卵系の頭部と太くて、明瞭ながらとで構成され、全体の高さは5から12センチメートル、あるいはそれ以上に達する。頭部は、単行白色内し光褐色、または体積褐色を呈し、 ばら脈に囲まれた多数の蜂の巣状のくぼみの集合体となる。柄は歪んだ、円筒状をなし、白色ないし単鉱褐色で、表面はザラつく。頭部、柄を通じて、中空で、肉は薄くてもろく、ほぼ白色で傷つけても変色することはなく、ほとんど無味無臭である。宝指門は単光色、あるいはオレンジ色を帯びた、光褐色を呈する。 頭部のくぼみの内面に多数の死脳が隣立した手実層を形成し死脳の内部に胞子を生じる死脳は細長い円筒状で無色薄壁要素溶液で青く染まることはなく先端に薄い円盤状の蓋を有し成熟すれば蓋が外れて胞子を射出する胞子は卵状大円形あるいは高大円型で湯滴をかき多数の核を含んでいる死実層には 死のうとともに多数の側へと先端がわずかに膨らんだ重症の不燃禁止が混在する。主に春、林内や庭園内の地上、あるいは路棒などに個性内死群生する。山火地石や焚き火跡などを好むという報告もある。周囲の条件によって随意に不正菌として振る舞うことも、菌錮を形成することもあり、菌錮についても、 外生金婚を作る場合と内生金婚となる場合とがある。不正生活を営む場合、従来は枯葉や小枝などを分解、しかするのではないかと漠然と考えられていたが、京都市で採集された小実体から得た培養金子を用い、20-25mm の財変に摂取して2ヶ月間の木材普及試験を行ったところでは、ブナ偏材に対して25%以上の 重量減少が認められた一方、赤松偏在については、普及能力をほとんど示さなかったという。試験後のブナ偏在編の成分を定量した結果、試験編に含まれていたリグニンは30%以上減少しており、リグニン減少率とホロセルロース減少率との比は1.34から1.47であることから、リグニンを優先的に分解していると推定され、アミガサタケは、 白色不及を起こすことが示唆された。また、リグニンの分解産物の一種である、バニリン酸やシリンガ酸が、試験片から見出された点や、バイオ菌種の酸化酵素反応、バーメンダム反応試験が陽性を示し、色素、レマゾールブリリアントブルー R を酸化、脱色する能力を有する点なども、白色不及菌としての性質を間接的に示唆するものであり、これらの所見から、 アミガサタケは木材をも栄養源として利用する能力を有することが明らかになった。なお、外観からとマりアミガサタケ、モークエラコニカクロムーンと同定された古実体から得た培養菌種について同様に普及力を試験した結果、ブナ偏在に対してもアカマツ偏在に対しても試験材変の重量減少はほとんど見出されなかったという。 外政金根を形成する相手となる樹種としては、松下の欧州東比西から松、コントルマ松、ダグラスエクスラウドンポンデローサ松、ダグラスイクスック、ローソンとガサアラ族の一種、などが挙げられている。一変種マルアミガサタケ、独立種として扱う意見もあるにおいては、トネリコ族、フラキシネスイボタノキ族、ラガストラムニレ族、ウルマスコナラ族、クアーカスハシバミ族、コリュルス、 あるいは、水木族などの受根との間で、生態的関係を結ぶのみならず、特殊族、エキシートムや、ネギ族、アリウムタンポポ族、ターキシカムヒオドリーバナ族、ユパーティアムなどの双本植物の根にも侵入すると、されている。これらの植物の細根の内部において、丸編みガサ竹の菌子は、根の表皮層、皮質や薔薇組織および二次支部などの組織を構成する、細胞内部にまで侵入し、 内政金根菌のような挙動を示す。胞子が発芽して形成されたカビ世代は、コスタンティネラ・トレストラス・ヒューズの学名で呼ばれるが、アミガサ・タケ属の他の種のカビ世代も包含する学名であると言うべきである。菌種は、無色、培養期間が長期にわたれば、気化色を帯びてくるで、表面に微細な突起を帯びてザラついており、直立した、分成小柄の周囲に、無色で、 楕円形の分威個、あるいは不動性子である可能性あり、その場合は有性生殖に関与するために、このカビ世代をアナモルフと呼称できるか否かは検討を要するを臨生する。菌種の集合体である金核、金核、スクローロシアムを形成する性質があり、個実体を作るに先立って金核形成が必要になるとも言われる。この金核は、 国色内し赤褐色でやや歪んだ海上あるいは粒状をなし、自然環境下では露房などの浅い地中に埋没している。なお、アミガサタケの金閣は、表皮層と隋層との文化がほとんどなく、さらに内部に植物の組織変や土くれ、猿などの異物を包含する性質があることから、厳密には偽金閣、偽金閣、スドスクローローティアムであるとみなさている。 金閣の形成促進には、気質中における空撃の存在が重要であると言われている。この金閣は越冬形態として機能すると言われ、3.3摂氏4.4度で2週間ほど保つことによって個実体形成が誘導されるという報告もある。異なる、胞子由来の金子の接合により形成された重層。金子は遺伝的に異質な複数の核を同時に含んだ。 医学共存状態で成長する。稀に放射発芽で形成された炭素禁止。ただ一個の核を含むのみ、炭素禁止同士の接合を経た重層禁止との間で禁止融合が起こり、核の交換が行われる大門交配が認められることがある。北半球の温帯異北に広く見られ、日本にも全道に散する。頭部が丸く、そのくぼみが丸みを帯びるとともに、 粗雑なものを、茶網笠ケ、モークエラエスキレンタバル、ウンブリナイマイ、アバラミら脈の量が、幼児は、白っぽい、次第に、暗褐色を帯びてくるものを、丸網笠ケ、モークエラエスキレンタバル、ロツンダピアース、FR の名で呼び、各々の,の変種レベルで、区別されるが、これらを、同一種の変異とする意見もある。頭部が長卵形をなと共にそのアバラが厚く、全体に、 紅白色ないしクリーム色を帯びるものに、足細ガサタケ、モークエラディースヨザ FR があるが、これをアミガサタケの一変種としたり、あるいは同一種として扱う研究者もある。日本からは、この他に、足太ガサタケ、モークエラクラスプスピアース、トガリアミガサタケ、モークエラコニカクローンア大ガサタケ、モークエラスミズアナクックコトガリアミガサタケ、 モークエラアンガスタセップスペックバル。アンガスタセップスオートガリアミガサタケ。モーショレイラタイフアール。広めのトガリアミガサタケ。モークエラカストタピアース。フカアミガサタケ。モークエラパジャラピアース。バル。パジャラトガリフカアミガサタケ。モークエラパジャラバル。セミリブラ S。今イコールミトロファーセミリブラ LV。オーフカアミガサタケ。モークエラパジャラバル。ギガス S。今イコールミトロファーギガス LV などが。 知られている。種レベルでの分類は、個実体の大きさと、色調、頭部とつかぶとの接続の状態、頭部のくぼみの形態、柄の形態、上下胴体であるか、それとも柄の上部あるいは下部で太まるかなどに基づいているが、これらの形質は、必ずしも安定したものとは言えず、同定は容易ではない。死のや放射あるいは、ガワイトなどの顕微鏡的な形質についても、大きさや、 形態の差異は、ほとんどなく、分類形質となりにくい。産地をことにするいくつかの標本をもとにした解析では、アミガサタケとアシブトアミガサタケとは、分子系統学的差異がほとんどなく、同一分類群に属すると判定されたという。古実体には、非タンパク性アミノ酸の一種である、シスマイナス酸アミノエルプロリンが、有利状態で含まれている。この成分は、 本種と同族に置かれる尖りアミガサタケや足太ア,アミガサタケの子実体化も検出され、これらのキノコの低味成分の一つであると推定されているが、アミガサタケ属のキノコ以外からは見出された例がない。なお、このアミノ酸はアミガサタケの培養菌種からも検出されている。食品の旨味成分の構成要素の一つとなりうる低味性ヌクリオチドとしては、 グアニル酸とアデニル酸とが検出されており、特に後者の割合が多いという。一方、イノシン酸、シチジル酸、ウリジル酸は見出されていない。脂肪酸としては、その80%前後はリノール酸で占められ、他にパルミチン酸10、10%前後やオレイン酸5、5%前後を含んでいる。英語で、モレルマレル、フランス語でモ、モリーユモリーユ、 イタリア語でモルケッタも多く得た、ドイツ語でシュパイゼスプイズと呼ばれ、食用キノコとして珍重される。優秀な食用キノコの一つであるが、個実体には微量のヒドラジンを含むため、生殖することは避けるべきであるとされる。また、調理されたものであっても、アルコールと共に食べると酔いう意を深め、悪心や嘔吐の原因になるとも言われている。きちんと加熱調理し、 かつアルコールを同時に摂取せずに食べても大量に接触した場合にめまい、ふらつき、宿道などを起こした例が報告されている。ただし、これらの症状は特別な治療を施さなくても次第に寛解するとされている。また、ミュンヘン近郊でアミガサタケを大量に食べて体調に異変をきたした例では患者を診察した医師自身が診察、処置の終了直後に 患者が採取したのと同一の場所でアミガサタケを襲うて試食したが症状は発現しなかったという。廃棄されたリンゴ園の後に発生した場合、農薬の成分として土壌に散布された悲惨なまりに含まれるヒ素やなまりが小実体に蓄積され、これを食用とした場合に健康に好ましくない影響を与える可能性も適されている。 アミガサタケはすべて食用になると思われがちだが、禁煙の深アミガサタケについては、食毒不明とする文献がある。生鮮品を用いる場合もあるが、乾燥品をひたひたに浸る程度の水で戻した上で、調理されることが多い。戻し汁にも良い風味が浸出しているので、一度こして、砂流などを除いた後、調理に用いる。生クリームやバターなどとの相性が良いとされ、 グラタンやシチューなどにしばしば使われる。ピッツァ、フライ、スープ、オムレツなどの素材としてもよく使われる。もともと日本ではほとんど食用にされた歴史がないキノコであるが、カラシアや炒め物などの和風料理に用いられることもある。特に欧米では高級食材として珍重されるため、人工栽培の方法については様々な模索がなされてきたが、 商業的に安定した栽培法は未だ確立されていない。胞子を発芽させて純粋培養菌種を得るのは比較的に容易で、ジャガイモイコールブドウ等寒天培地や、バク芽エキス寒天培地などを用いて生育させることができ、これらの培地上では摂氏20度の温度条件下で24時間以内にほぼ100%の胞子が発芽する。ちなみに、 セロハンマに付着させた胞子を地中に埋没する実験によれば発芽間身長は摂氏2度程度でも起こりうるがその頻度は小さく地温が摂氏10度程度に上昇することでより効率になる一方地表に落ちた胞子は1年程度でおおむね発芽力を失うとされるただし2年以上にわたって生存するという報告もある金閣については 二年あるいはそれ以上にわたって、途中で生き続けるとされる。なお、菌視体の生育に必要な炭素源としては、マルトースが最適であるとされ、一方で、窒素源としては、アスパラギンやペプトン、尿素、あるいは種子の硝酸体窒素化合物を好むという。栽培の試みの一例として、小麦粒を培地として使用し、 重量比で50%の水分を加えて、摂氏120度で1時間の滅菌を行った後に、純水培養した主菌を摂取し、これを15摂氏18度の室温と85%の関係湿度の下で管理することにより、菌格を作らせる。この菌格を小麦粒培地から取り出し、摂氏5度前後で低温処理した後で、摂氏20度の常温下に管理することで、 小実体を形成させることができるという報告がある。この技術は特許化もなされているが、その後の再現試験では、金格の形成を誘導することは可能であるものの、小実体の安定した生産には至らず、市場化に至っていない。1988年には、ミシガン州立大学と提携して、研究を進めていたネオゲン社内が、独自の技術を開発し、 その試験栽培では1フィート平方あたり50個ほどのアミガサタケが収穫されるに至った。さらに1992年にはミシガン州のマレルマ運転車が1週間あたり500ポンドイコール約225キログラムの生産にこぎつけたと発表している。この技術は後にはアラバマ州のテディ・ファームズプロダクション社に売却されたが 同社は2002年に1週間あたり5000ポンドの生産を上げるに至ったとコメントした。岩崎常政が文政11年1829年に表した植物図鑑である本草図譜第7巻に本種とおぼしきものが図設され、和名、網が、佐竹、冠名、千人坊と記されている。ただし千人坊の冠名は天保6年、 1835年に坂本光年が表した金譜においては絹笠竹に当てられている。この和名はアミガサ人の意で多数のくぼみを備えるとともに褐色系の色調を表す頭部を深編ミに見立てたものと考えられる。俗名のモークエラはドイツ名のモークルをラテン語化したものである。種小名のエスキュレンタはラテン語で食用になるの意である。 日本では、食用としてはあまり帰り見られることがなく、方言名は少ない。秋田県下で、うど、ガランド、シワガラ、また、青森県や長野県などで、みそっこなどと呼んでいるにすぎ。古く、明治時代の初頭には、東京都の四ツ谷付近で、金目ぞつねという名が当てられていたが、その語源については明らかになっていない。英語圏では、モレル、マレルの古称で親しまれるが、 またドライランドフィッシュあるいはチキンと称されることもある。ドイツ語ではモークル、モルヒエル、フランス語ではモリーユ、イタリア語では学名と同じモークエラ、モルケッラ、またはスプグノラ、スプニョーラである。北、アメリカミネソタ州においては、アミガサタケが州のキノコとして州法に規定されている。また、ミネソタ州のみならず周辺の各州、アイオワ州、イリノイ州、 ウィスコンシン州などで毎年5月にアミガサタケの採取コンテストが開催される。参加者が制限時間、通常は2時間以内に自力で野外から採取したアミガサタケの本数を競うものであるという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。